さあ続いてはこのコーナー、宮崎文化財巡りです。はい、このコーナーはですね、月に一度宮崎が誇る文化財をご紹介いたします。今回ご紹介するのは生き目の石頭群でございます。それではどうぞ。宮崎の未来に残すべき価値ある文化財、今回ご紹介するのは宮崎市生き目の石頭群。このような石頭群は宮崎県内にたくさん点在しています。そんな石頭群の一つが小村薬師堂石頭群。これは生き目の小村地区にある小村薬師堂の境内および南側山林の中に、県内でもまれな六面石堂や五輪塔、総塔など106基があります。その価値の高さから昭和63年8月25日に宮崎市指定史跡となりました。小村薬師堂そのものはですね、その創建とか由来というのがはっきりしてないところなんですけども、寛義4年とか元久元年という鎌倉初期の石塔があります。その中でもこの地域で大事に守られてきたんだということ、それからその数が106基もあるということが非常に重要でして、仏教考古学であるとか美術とか民族的な観地からでも非常に重要な石頭群になっています。小村薬師堂石頭群にはいろんな種類の石頭があります。まずは六面石堂、ご覧のような六角形の台座の上に置かれ、一見六角柱の石灯籠にも似たもので、6つの面それぞれには仏像が彫られています。そして上部には同じく六角にした傘が取り付けられています。次に五輪塔、これは平安時代後期の頃から供養塔や墓の塔として作られ、最も親しまれた形です。この五輪塔は下から地輪、水輪、火輪、風輪、空輪と呼ばれ、仏教における宇宙観を表す地、水、火、風、空の5つの要素で成り立っています。この石頭群の中で最も古い銘を持つものが寛義4年1232年と刻まれた沖縄丸島です。この他には幾重にも重なった高い塔や総塔、宝塔などがあります。小村薬師堂石頭群に行くには西環状線を生き目方面へ向かいながら、生き目橋南の交差点を西へ曲がり、ご覧の場所を右折し道なりに進むとおよそ4分で到着します。この他にも生き目地区には大規模な石頭群があります。宮崎市宇喜田にある明円寺跡石頭群、平成15年10月16日に県指定有形文化財となりました。ここには1237基もの石頭があり、階段状に整然と並ぶ姿は圧巻で、規模の大きさに驚かされます。これだけの数が揃うのは九州内でも類を見ないそうです。明円寺というのはもともとどの位置にあったかというのがちょっとはっきりしてない部分がありまして、中世から近世にかけて、いくつか移転をしているところがあります。江戸時代の記録でですね、おそらくこの辺りが明円寺の跡だろうというふうに考えられています。当時昭和の初めぐらいですか、住職さんがこの地を見られてですね、非常に埋没している石塔がたくさんあるということで、供養をしないといけないという気持ちもあったんでしょうけど、でそこで掘り出されて、今の現在の状況に積み直したということがあります。
で数的にやっぱり多いのはこの生き目というこの土地柄ですね。戦国時代もまあ結構な争いも島津と伊東の争いがあったということで、これらのお墓なり石塔板碑類はそういった人たちのまあ供養をしたりという部分も含めて非常にたくさんのものがここに集められているということじゃないかなというふうに考えられています。この石塔群には南北朝時代末期以降に作られたとみられる五輪塔681基、板碑546基、その他墓石や記念碑など10基があります。この板碑には中世に作られた石造りの供養塔、いわゆる外場から派生したという説もあります。当然お寺ですから、そのお寺を作った指導者といいますか、前住職とか前々住職とか、そういう人たちを敬う、あるいはお父さんお母さん父母を敬うという気持ちが一つあります。それから、亡くなった方の命日に供養をするというものもありますし、生きてる間に自分の来世がいいものでありますようにという逆襲という供養の仕方もあります。そういった変遷をして、供養を続けてきているということにあると思います。明円寺跡石塔群に行くには、宮崎西バイパスを西へ向かい、宇喜田東交差点から県道334号へ入り、南下しながら岸穂神前バス停を過ぎると、すぐ右手に案内看板が見えてきます。小村薬師堂石塔群と明円寺跡石塔群には驚くほどの数の石塔が残され、ひっそりと佇む姿には感動すら覚える迫力があります。これらは歴史を知る上での貴重なものとして、後世残すべき大切な文化財だと言えるでしょう。はい、これもね、トナミ君がすごく興味津々。そうなんです。僕はちっちゃい頃自転車で探検してて、あそこに行き着いて、はい、何やっちゃろうってずっと思ってて、今日解決しました。あそう、はい、だから大塚駅名、近いから、はいはい、自分のテリトリーで、はい、じゃ今日初めて知ったわけ。今日初めて知りました。どうでした？いや、なんかすごい歴史を感じたというか、なんであんなあるんですかっていう疑問もありますし、僕全然知らなかったんです、はい、恥ずかしながら。だからあれだけの数があって、はい、またその六角形だったり、その組み方が、その仏教の宇宙観だったり、すごく奥が深かったですね。だって私も結構生き目の方とかよく行くんですよ、はい、でも全然知らなくって、地元の方でも結構知ってる方が少ないんじゃないかなと思うんですよね。すごい文化財がありましたね。本当すごい歴史があるものなので、皆さんにもやっぱり見ていただきたいですね。ですよね。あ、ナレーションの声してる人だ。本当だ読みました、ね、どうだ。いや、ぜひ素晴らしい文化財が生き目にありますのでね、はい、皆さんも足をお運びください。以上、宮崎文化財巡りでした。